なんか客車列車がディーゼル機関車に引っ張られて車庫へ引き上げていくよ。寝台特急あけぼの号ですか。ダイヤ改正で廃止になってしまいましたね。これで上野発で青森行きの夜行列車は全滅になってしまったのですね。この動画の作者も青森から上野まで乗り通したことがあるらしいよ。乗ったのはソロって呼ばれる B 寝台個室だったんだけど、なんかえらい狭かったとかなんとか。その割に秋田を過ぎて目を覚ました時にはすでに大宮あたりだったんだけどね。思い出話はさておき、あけぼのという列車は主に東北各都市へのアクセスが考慮された列車でした。しかし過去に運転されていた青森行きの列車にはそれ以上にある役割を担っていたものもありました。その役割とは北海道への連絡、そして青森駅で降りてきた乗客を北海道へ運ぶため津軽海峡を渡っていたのが青函連絡船でした。東京から列車で北海道へ行こうとすると、今ならまず東北新幹線のはやぶさ号とかで新青森まで乗り通すよね。そして新青森で特急スーパー白鳥に乗り換えて津軽線に入る。あとは青函トンネルをくぐればもう北海道なんだよね。東京函館間の所要時間は早いと5時間半を切っちゃうんだよね。青函トンネルができた当時と比べても圧倒的に早くなりましたよね。しかも北海道新幹線の開業が近づいてきましたけど、開業したらさらにもう少し早くなるんですよね。青函トンネル開通以前の北海道連絡は有名な演歌の歌詞に書かれています。知ってるよ。上野発の夜行列車で雪の中の青森駅まで行くんだよね。そして青森駅に着いたら北海道に渡るために連絡船に乗る。その連絡船とそれに関係した線路跡が今回のターゲットです。まず青森側から見てみましょう。青森駅の北側に大きな橋がかかってるんだけど、それをくぐったところに船が一隻見えてきたよ。この船が青函連絡船の一つだった八甲田丸です。現在は青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸という名前の博物館として機能しています。就航したのは1964年で、1988年の連絡船廃止時には青森発函館行きの最終便として運航された船です。青函連絡船の最後を飾った船なんだね。船から見える津軽海峡や青森市の景色がいいよね。船内には特急型機動車キハ82や DD16 型ディーゼル機関車など車両も展示してあるよ。連絡船はこのように車両の構想もしていたのですが、搬入搬出には専用の引き込み線が用いられていました。この船まで伸びてる線路がその後なんだね。はい。ちなみに八甲田丸がいるのは現役当時第2岸壁だったところで、他に第1岸壁と第3岸壁もありました。船の手前に線路が残されたのは第2岸壁だけですね。残りは道路などに占用されています。八甲田丸まで歩いた道も実は廃線跡だったりします。この道路の沿いに急行型機動車らしきものが止まっているホームのようなものがあったけど、すごいボロかったんだよね。どうもかつては休憩所だったらしいんだけど、北海道で使われていたキハ27だそうだね。青森側は以上です。次に函館側を見てみましょう。ということで函館駅にやってきたよ。この函館駅、連絡船が現役時代と比べると構造が変わっています。現在4面8線ですが、当時は3面5線。今はこのように串型ホームの根元が通路になっていて、そのまま改札口に行けますけど、かつては連絡船への乗船通路が伸びていました。なるほど、それぞれの時代に合った構造になってたわけだね。ちなみに今の駅舎は5代目で、2003年にできたものだね。その駅舎の西側を歩いて行きますと、8番線から伸びてきた線路がここで行き止まりになってるのが見えます。かつては青函トンネルをくぐって青森函館間を結んだ逆車快速海峡の気回しに使用していたそうです。海峡は連絡船の代わりとして普通料金だけで乗れた列車だね。
もう今はないんだけど。そこから少し西に進んだところで看板が見えてきました。てかもう目標がそこに見えてるね。これが青函連絡船摩周丸です。現在は函館市青函連絡船記念館摩周丸となっています。就航は八甲田丸の翌年の1965年か。こちらも博物館として機能してるね。八甲田丸のように車両まではないけど、てか来る日が悪かったよね。雪で屋外には出られなかったもんね。まああの演歌の影響か、雪の中の連絡船の景色がいいなって思ってたんですけどね。地元でたまに積もる雪に比べて北海道の雪道は歩きやすいなって思いました。それはともかく、函館側の連絡船への線路跡は道路や駐車場に転用されていますね。ところどころ名残は見えるけど、駅構造まで変わってるところあたり青森駅以上だよね。残った乗船通路も消えてしまって、当時を思わせるものが少なくなってきました。そういえば昔の時刻表の主な駅の案内には青森駅や函館駅が載ってたけど、今の時刻表にはないよね。青函連絡船がなくなり、載せる必要がなくなったんだね。連絡船廃止の影響がこういうところにも出てるんですね。青函連絡船は国鉄の分割民営化で JR 北海道の所属になりましたが、その翌年に開業した青函トンネルに青函連絡を任せ廃止になりました。その後は新幹線の発達によって東京から北海道への所要時間はどんどん短くなっています。青函連絡船が青函トンネルに代わって青森函館間の所要時間が半分近くまで減ったけど、スピードアップに関しては新幹線の方が大きく影響してるよね。函館札幌間はほとんど変わってない感じだし。今回は線路跡分が少なかったですけど、いかがだったでしょうか。連絡船時代に比べて重要度が減ってきた青森駅と函館駅。北海道新幹線が開業したら今以上に役割が変わってくるね。これが時代の変化というものなのでしょうね。北海道への鉄路は今なお進化の途上にあります。その中で青森駅と函館駅が確かに重要な駅であったことは2隻の船が教えてくれるでしょう。青函連絡に限らず、いろんな駅や路線が時代の中で栄え廃れていった。今栄えてる駅もかつて栄えた駅も鉄道発展に貢献してきたんだね。今回見たものにはそういうことを感じ取ったよ。今回はこれで締めとしましょう。建設中の北海道新幹線の高架が見えるスーパー白鳥号の車内から終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。